ある地域の人間にとっては、あの冬というのは厳しい季節で、そうですね、あのそれは青森も私もやっぱりそうですね、はい、冬は暖房費はかかりますし、かかるし、あの余計なコストがかかりますよね、はい、生きていく上でね。それで本当にあの北海道はもっとすごく巨額のこう除雪経費がかかりますけれども、うん、その一番暮らすのに大変な時期に備えて、そこに照準を合わせて生活設計をしていくじゃないですか、うん、そのことの重要性とか、そういうのが雪のないところの方にはなかなか分かっていただきにくくて、こういったところのきめ細やかさみたいなことを忘れると、うん、あの制度設計やら整備ってなんかこう、ああ、かもしれませんね、信頼を受けられなくなっていくんだろうなと思ってあるんですけど、例えばですね、あの、はい、救急医療っていうことが今自由だとこう言われてますから、はいはい、でドクターヘリもどん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 今、我々内閣の時からこうやってきたんですけども、はいはい、道路っていうものの機能がですね、はい、本当に生命を守るんですね、はいはい、道路がやっぱりきちっと整備されて、はい、特に北国の場合なんか、はい、雪がどんどん降ってるという救急医療が、行った場合に1秒1分争う時に雪がこう積もってですね、こう動けなくなったりしますとね、それでダメになる場合もあるんですね。だから一面だけを見て判断するしてはいけないし、今おっしゃった地域的な、あの違いの中で地域的な対応をしていくというのはとても大事だと。それは道路だけではなくて、あの福祉の世界もそうだと思いますね、うんうんうん、健康づくり、それから配送インフラ整備が大切、いろんなご意見いただいてますけれども、そうですね、あのドクヘリのことは岩手に行きました時に、あの地形がすごく複雑で、ヘリは配備しただけれども、結局おっしゃる通りなんです、道路がきちっと整備されない限り運べません。そうそうそう、結局あの急性期の治療をするそこまで2時間半、うん、確実にかかるから、うん、24時間確実にその短時間のうちに運べるような仕組みを整えない限り、うん、この町の人の命救えません。そういったようなことをやっぱりお聞きしました。あのですから中核医療、はい、中核病院というのはありますよね、はい、でそこを中心にライフラインとしての道路づくりという視点で整備をするというのも、ひょっとしたら高柳さんの現場感覚からすごく大事になっているという意味で、これからの課題としてこう勉強してみたら本当に大事かもしれません、ね、そうですね、あの医療とか福祉っていうのはもう街づくりだと思うんです。そうですね、その命の安全安心を守れないと、うん、そこに暮らすことができなくなりますので、その点で言いますと、今限界集落っていう言葉を流行り言葉のように平気で使うじゃないですか。私はあれとても無責任だと思ってるんです。で実は今言われているような姿がもう何年も前から地域にはあったわけなんです。でそこで暮らしている方々は、あの生きてるのは嫌だなと思ってるわけでもないし、なぜここに住まなきゃいけないんだろうというふうに思ってるわけでもなくて、この家に、この地域に、この人と住みたいと思って暮らしてらっしゃるんですね。で、その不便も、多少の不便も受け入れながら、でも愛する家族とそこで暮らすことを選んでいらっしゃるんです。で、ただそこに介護とか看護とか様々な、あるいは子育ての問題の場合もあるかもしれない。その暮らしていく上で必要なことを乗り越えられなくなりそうな時にこそ外から助けがきちんと届くような仕組みを用意しなきゃいけないはず。で、今まではそれがほんの一握りで目につかなかったかもしれないけど、これからの日本っていうのはもう人口がぐっと減っていくわけですよ。で、働き手の年代が減り、子どもの数も減る、高齢者はまだ増えるわけですから、明らかにそういう暮らし方をしている方々の数が本当に地域の中に増えて、そこに
どうやって公の知恵でもって、その支援の仕組み、社会保障の仕組みを用意していくのか、これを用意できないと、私たちの次の時代の若者たちも、私たち自身も、私たちの親も安心して暮らせないっていうのがすごくあるんです。とても大事なところだと思いますね。社会保障の、限界集落が、そういう安心の限界集落になってはいかんということですよね。だからその安心のネットワークを、そういうふうな地域にこそ公のまさに公助共助の中でどう仕組んでいくかということは本当に大事だと思います。人口をどう増やすかという視点も大事かもしれませんけれども、まずはそういうところに安心のネットワークをどう作るかということなんでしょうね。この前私鳥取にお邪魔してました時に、地方と中央を全く同じ基準で考えてもらっちゃうね、この地域自体が干上がっちゃうよって多くの方がおっしゃられたんです、建設関係の方々が多かったですけれども、やっぱり公共投資でもってしっかりとここで働く若者たちが生活の糧を得て、そしてこの町がしっかり動いていくための産業を起こす、こういうことを地域は必要としてますよって、民間に投資してもらえばそれでいいんだよっていう発想は、その民間の勢いがあって、そこで、きちっと、利益が出る、そういうところだったらみんな投資してくれるかもしれないけれども、そうじゃないところはほっとけばいいんだというふうな発想で全部平均的に物事を決めていくというやり方だと、それぞれの地域の一生懸命生きてる人たちってなんか夢が持てないよねって、もうちょっと夢が持てるようなそういう仕組み作りってこれから考えていく必要があるんじゃないのっておっしゃられたんですね。